多くのプロ野球選手たちにとって夢の舞台、メジャーリーグ。そんなメジャーの舞台に上がった後、日本球界に復帰する選手も少なくありません。2024年は筒香嘉智の日本球界復帰が話題になっていますね。かつては日本で抜群の実績を残して海を渡った選手たちですが、日本球界復帰後は思うような成績を残せない選手たちもいました。今回はメジャーから日本球界への復帰に失敗した選手、野手編を厳選してご紹介します。今回ご紹介する選手以外に、皆さんが知っているメジャーから日本球界への復帰に失敗した選手がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。田口壮。田口は俊足強肩のショートとしてオリックスに入団しましたが、早急イップスに苦しみ、1994年から外野手に転向。すると1995年には規定打席に到達し、主に上位打線としてリーグ優勝に貢献しました。1996年には打率2割7分9厘、7本塁打でベストナインにも輝いています。その後も抜群の守備力でメジャー移籍前の2001年までに5回のゴールデングラブ賞に選出されました。2002年からは8年間メジャーでプレーし、特に2005年は143試合で打率2割8分8厘、8本塁打、53打点、11盗塁、得点圏打率4割7厘とチームの主力として活躍しています。2007年にはカージナルスがワールドシリーズ優勝を決め、田口はワールドシリーズ優勝が決まった瞬間、フィールドに立っていた初の日本人選手となりました。またメジャーでの満塁時の打率は5割を超え、8年間の通算得点圏打率も3割を超えるなど、勝負強い打撃でファンに愛されています。2010年には古巣オリックスへ復帰し、若手の良きアドバイザーとなりました。一方で選手としては53試合で打率2割6分1厘に終わり、不本意なシーズンを送っています。再起を誓った2011年でしたが、右肩を痛めると2軍落ちも経験。この年限りでオリックスを退団し、2012年半ばまで他球団からオファーがなかったことで現役引退を決めています。引退発表のブログでも取り急ぎのお知らせです。残念ながら野球人生の区切りの日となってしまいました。応援してくださった方、復活を信じて待っていてくださった方、期待に応えることができず本当にすみませんでしたと悔しさをにじませていました。西岡剛。西岡は高卒3年目の2005年に41盗塁を記録し、 NPB 最年少タイ記録での盗塁王を獲得しました。その後はロッテの中心選手として活躍し、特にメジャー移籍前年の2010年は全試合フルイニング出場しながら打率3割4分6厘で首位打者に輝いています。また日本人のスイッチヒッターおよび内野手としては初となるシーズン200安打を達成し、最終的に206安打で首位打者を獲得。さらにこの年のシーズン692打席は NPB 記録となっています。数々の偉業を成し遂げた西岡は、若いうちに挑戦して日本人内野手の評価を上げたいと話し、メジャーへ移籍。しかしメジャーでは故障や左投手に苦しみ、2年間で71試合の出場に終わりました。2013年からは阪神に所属し、入団会見ではすごく伝統のあるチームで思う存分暴れたいと活躍を誓っています。その言葉通り、西岡は122試合で打率2割9分4本塁打を記録すると、セカンドのベストナインに選出されました。しかし2014年はライトの福留孝介と激突し、鼻や肋骨の骨折という重傷を負ってしまいます。この怪我により背中の痛みにも悩まされるようになった西岡は成績が急降下。2016年に55試合で打率2割9分5厘を記録したシーズンがありましたが、怪我をした後はこれがキャリアハイの成績となっています。2018年に阪神を戦力外となると、2019年からは独立リーグでプレーしましたが、 NPB 復帰は果たせませんでした。2024年の西岡は福岡北九州フェニックスのチーム総監督に就任しています。岩村明則。岩村は高卒3年目の1999年に83試合で打率2割9分4厘11本塁打を記録し、1軍へ定着。2000年には130試合で打率2割7分8厘18本塁打66打点13盗塁の成績を残すと、
自身初のゴールデングラブ賞にも輝きました。2002年には打率3割2分23本塁打でベストナインに選出され、セリーグを代表するサードとなっています。2004年からは3年連続3割30本塁打を達成し、2007年から活躍の舞台をメジャーに移しました。メジャーではレイズを球団初のプレーオフ進出に導くなど、チームの中心選手として活躍しています。レイズから他球団へ移籍した後は徐々に成績が下降し、2011年に楽天で日本球界へ復帰。復帰会見では、やるからには優勝しないとつまらない、監督を胴上げしますと力強く語ります。しかし成績不振で5月に登録抹消されると、6月に1軍復帰しましたが、持ち前の打力は鳴りを潜めました。最終的に77試合で打率1割8分3厘本塁打0と大きく期待を裏切ります。2012年は26試合で打率2割9厘とさらに出場機会が減少。この年限りで楽天を退団し、古巣ヤクルトに戻りました。ヤクルト入団後は、楽天が自分を手放していたかったなと思わせたいとコメントしましたが、シーズンでは75試合で打率2割4分6厘3本塁打と目立った成績を残せなかった岩村。2014年はわずか39試合の出場にとどまると、ヤクルトから戦力外通告を受け、独立リーグ所属となりました。独立リーグでは福島のチームを率い、未来のプロ野球選手育成に力を入れています。城島健二。城島は高卒3年目の1997年に1軍に定着し、強肩強打の捕手として活躍していきます。2001年には31本塁打を放ち、捕手のシーズン30本以上は NPB 史上5人目の快挙でした。2003年には地味なキャッチャーの時代は終わりました。子供たちに夢を与えるスーパーキャッチャーになりたいと抱負を語り、打率3割3分34本塁打119打点の好成績を残します。さらにこの年、ホークスはリーグ優勝を果たし、城島はパリーグでは野村克也以来となる捕手の MVP に輝きました。その後も活躍した城島は2005年オフに FA でメジャーに移籍。移籍1年目から球団新人最多タイの18本塁打を放つなど活躍した城島は、アメリカの雑誌でこれまでと違う言語で新しい投手たちとコミュニケーションを図ることに努力しながら、これだけの打撃成績を収めたのは我々の脳裏に強く焼き付いたと称賛されています。最終的にマリナーズで4年間プレーした城島は、同僚だったイチローからも、日本人でメジャーでキャッチャーできるやつは出てこないのではと思いますねと唯一無二の存在として称賛されました。しかしメジャーで年々成績が下降し始めた城島は、2009年オフに日本球界復帰を決意。2010年からは阪神でプレーすると、打率3割3厘28本塁打セリーグ捕手最多となる165安打史上初の捕手として両リーグのゴールデングラブ賞受賞など、数々の好記録を打ち立てます。しかし2010年終盤に左膝半月板を損傷しており、この影響で2011年は深刻な打撃不振に陥ると、キャッチングでもショートバウンドを捕球ミスすることが増えました。さらに2012年には左膝をかばっていたことで、左座骨神経痛や腰椎椎間板ヘルニアと故障が続出し、捕手としての選手生命は絶たれてしまいます。打撃を生かして内野手転向を打診された城島でしたが、捕手として現役を引退したいとの意向を示し、日本球界復帰後3シーズンでユニフォームを脱ぎました。川崎宗則。ムネリン、鷹のプリンスの愛称でファンに親しまれた川崎。川崎は4年目の2003年に初の規定打席に到達し、打率2割9分4厘2本塁打51打点30盗塁の好成績を残しました。2004年は全試合フルイニング出場を果たし、171安打42盗塁で最多安打と盗塁王に輝きます。さらにベストナインとゴールデングラブ賞にも選出され、川崎はパリーグを代表するショートとなりました。その後もホークスの主力として活躍しながら、2006年 WBC では日本の初優勝にも貢献。2010年からは2年連続全試合出場を果たし、2011年オフに憧れのイチローと同じシアトルマリナーズに所属することが決まります。メジャーでは初出場した試合で初ヒットと初打点を記録し、
試合後に、今日は絶対忘れられない日になる。打った直後にベンチにいたイチローさんから声が聞こえた。はっきりわからなかったが、いいぞ。だったと思う。それが一番だったかもしれないと喜びのコメントを出しました。その後、複数球団を渡り歩いた川崎は2017年からホークスに戻ることが決定。しかし、故障に苦しみ、42試合で打率2割4分1厘の成績に終わります。2018年もホークスは川崎と契約を延長するつもりでいましたが、川崎は心身ともに疲弊していました。話し合いがまとまらない中、川崎は球団を通じ、昨年より怪我に加えて自律神経系の病気にもなっており、体を動かすことを拒絶するようになってしまった。球団と協議した末、野球から離れて心と体の回復に努めることを決めたとコメントを出し、自由契約となります。球団は自由契約は本人からの希望で、その意向を尊重した。あれほどの選手だから、今後に向けての話し合いは続けていきたいし、サポートできることがあればサポートしていきたいとコメントしましたが、その後川崎がホークスに復帰することはありませんでした。一旦は野球と離れた川崎ですが、その後は回復し、2024年は独立リーグで野球に携わっています。今回はメジャーから日本球界への復帰に失敗した選手、野手編をご紹介していきました。過去の実績を考えると寂しい結果に終わった選手もいます。2024年、日本球界に復帰する筒香嘉智はどのような成績を残すのでしょうか。今回ご紹介した選手以外に、皆さんが知っているメジャーから日本球界への復帰に失敗した選手がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。